はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時10分ですね。1月10日でございまして、月曜日なんですけども、今日は成人式らしいですね。晴れ着を着たお嬢様を見かけしましたけども、なんかこれからイベントでもあるんでしょうかね。まあそれはええんですけど日本は成人式ということでお休みなんですが、世界はですね、ただいまですね、日本時間の11時10分ですから、随時今日市場は開くと私は思うんですけども、日本市場は CFD 日経平均時間外が開いておりまして、今マイナス68円ですね。まあ大体みんなそんなもんですね。 28,411円あたりですね。為替がですね 115.693 でして、ドル円ですね。まあ、なさして動きはないという感じでして、ニューヨーク原油が 78.88 とやや軟調ですね。ビットコインも484万円日本円ですね。さて、週明け、先週末にバタバタバタっとですね、夜中の取引でですね、1200台を割って、1197あたりまで、ですね、戻していたドルボンですけども、今朝開いたようでございまして、今、1200.79 と。いうことで、たちまち1200を回復という感じでございまして、今日はまだ下がりそうな感じがしますね。で、ふっと見たらですね、あれですね、あれ、これは違うんか、こっちですね、こっち行きましょう。お隣さんのですね、株式相場がですね、ちょっと軟調になってました。コスピがですね、マイナス 30.29 ですね。コスダックはマイナス 13.94。ともに 1.3% ぐらいですか、ぐらいの下落でございますね。こっちね、こっちに寝てるかな。ドルゴンちゃうな。トーマとかね。韓国総合株価指数ですか、は 1.03 マイナスですね。30.34 で。共に軟調ということでございます。やっぱりね、先週の週末あたりですね、アメリカの金融政策 FOMC ですか、がかなりこう高派であるということに、こう世界がですね、ウィッとビビってるという感じが出ております。どういうことかと言いますと、あれですね、テーパリングということを前倒しで進めていくだろうと。で、利上げもですね、6月と言ってたの3月に前倒しと。どうにもですね、インフレが予想以上の進行でですね、アメリカの FRD としてはですね、インフレ退治、景気よりもですね、インフレ退治をですね、優先させるということなんでしょうね。今は1201になりましたね。やっぱりこう軟調でございます。もうちょっと行きそうな気配も感じますね、1201。で、お隣さんはですね、12月の貿易がですね、貿易統計がですね、20ヶ月ぶりの赤字ということになって、これ今後拡大するんちゃうかというふうな見通しが立ってますね。というのは、お隣さんの場合、一番たくさん物を売ってる相手は中国なんですね。で、中国の景気がですね、どうやらですね、バブル崩壊に入ってるんですけども、不動産に関しては、不動産バブル崩壊で、その他もですね、今、あれですね、天津ではですね、1400万人ですか、1300万人って昨日ニュースでやってましたけど、今朝の新聞見たら1400万人の PCR 検査やってると。ほんで、陝西省西安ですね、ではですね、都市封鎖が続いているということで、で、さらにこれからですね、この中国にオミクロンが入っていくと。今、数件確認されていますけども、本格的に入っていくやろうということでですね、またですね、その2020年の最初の頃のようにですね、都市封鎖みたいなことをやり続けるんちゃうかという見通しですね。ああなると一旦経済止まりますからね。またそういうこう混乱が生じるんちゃうかという見通しでですね、全体的にちょっと暗いですね。
まあ、どうなるかは分からないんですけども、お隣さん経済にとってその明るい指標とか見通しってのはあんまり出てきていないですね。まあ、唯一サムソンはですね、絶好調というところはありますけども、このこれからその絶好調が続くんかどうかというのもよう分かりません。今1201台を固めようとしています。で、お隣さんはですね、今大統領選挙でしてですね、与党候補イ・ジェミョンさんがですね、もう目に見えたはっきり分かるリードを奪っておりまして、野党候補はですね、アンさんっていう方とですね、ソンさん、ユンさん、アンさんとユンさんが統一候補になるんちゃうかという、そんなんね、あとね、二月後ですからね、今さらそんなことやんないよって話ですけど、でもこのままいけばですね、イ・ジェミョンさんが当選しそうな勢いです。仮にイ・ジェミョンさんが当選してもですね、これは経済にとってはですね、プラスにはならないと思います。かなり経済音痴っぽい発言をなさってますんで、ムン・ジェインさんも大概の音痴でしたけども、イ・ジェミョンさんはそれと同じぐらいではないかなという気がしますね。ということでですね、韓国経済戻しましたね、 1200.91 に、若干戻しました。今 1200.98 になってます。はい、どうでしょうね、コスラック見ましょうか。そうですね、マイナス 32.53、 相変わらずの乱調でございます。ちょっと今週ですね、その今日のアメリカの動向、まあ、今晩からですから、まあ明日何たく、明日の朝日本人たちは何たく読めるんですけども、ニューヨーク、今朝の今日のニューヨークがどう動くかという感じですけども、今見る限りはですね、そんなにいい感じはしてませんね。ニューヨークダウ先物 CME はマイナス176で来ています。まあ先物は当てになりませんけども、いい感じではないですね。ですんで、私はね言うてるんですけども、もしかしたらね、3月と言わず 2月あたりに 0.25 ではですね、ではなくて 0.5 ぐらいね、一気にね来るかもわからんなと思ってるんですよ。アメリカの利上げがね、とすると、そんなことになったら、一番こうすぐに結果が出るのは為替でして、ドドッとですね、円も安くなればですね、ウォンも安くなっ て特に円よりウォンの方が弱いですから、弱い通貨ほど安くなると。そうするとですね、お隣さんはですね、利上げせざるを得ないんですね。お隣さんが利上げすると、お隣さんの株価が下がるということになります。でしかもお隣さんってこう官民ともに借金体質なんで、この利払いが増えるということになりますね。特に民の方でですね、生活費を借りてるという方が大変多いらしいんですね。そういう方がですね、途端に困ってしまうということになるんですけども、かといって利上げをしなければ、どん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 ウォン安になりますからね。ウォン安になると国内がまずインフレになります。今でもインフレなんです、お隣さんは。日本も実はインフレなんですけども、企業がそのクッション役になっていてですね、我々のところまでこうインフレを実感させる、いわゆる一般消費者物価までですね、インフレを実感させるところまではまだ来ていないんですけども、多分今年終わってみたら 5% ぐらい上がったんちゃうのっていう感覚にね、実際の統計数字は分かりませんよ。でも統計数字でも 2% から 3% いくんちゃうかなという気がしますね。異次元金融緩和はよやめろよという話なんですけど、黒田のおっさんがそう簡単にやめるかなという完全に世界から取り残されてるんですけど、ね、日本の金融政策だけは。まあ、ということでございまして、これからですね、お隣さん経済にとってですね、フォローの風が吹くという兆しは今のところほとんど見えないわけでして、こう悪い材料ばっかり出ているという感じですね。まあ、それで今の状態で持ってるわけですから、まだね、いかにサムソンが頑張ってるかということではないかいなと思いますね。ですので今 1200.98 で来てますけども、これ1200台、大きい、潮目が変わらなければですね、今週はその1200、まあ1200、今1になりましたけど、今週は1200でずるずるいくんちゃうんかなと。まあ、あとは、今週どれだけですね、今悪い材料しか見当たらないんですけど、
いい材料が出てくるかということではないかなと思います。でいつもの通り私が見てますこのインベスティングですか、インベスティングコムのですね、ウォンドルウォンレートのページ貼っておきますんで、まあ、よろしければご覧ください。はい、皆さんどうもありがとうございました。